村上農園 YouTuber 部。こんばんは、村上農園の入江です。今日は残業で帰るのが遅くなってしまった。帰ってきたらこんな時間。早く寝たいけどお腹が空いてる。コンビニで買ってきてもよかったけど、最近コンビニご飯が多いから健康のために自炊しようと思って。でもやっぱり作るのって時間かかるしめんどくさい。簡単で体に優しくて後片付けも楽ちんでお腹いっぱいになるズボラにぴったりな料理ないかな。思いついた。豆苗の豆腐春雨スープにしよう。今日の材料は昨日の鍋の残りの豚肉と春雨と、そして毎度おなじみ豆苗。この3つの材料を使って包丁を使わず洗い物も少なく、しかも10分以内で作るぞ。村上農園。まずは油を入れて中火にする。豚肉を入れたら塩を少々と胡椒をして炒める。色が変わったら水 600ml と鶏ガラスープの素大さじ1、醤油小さじ1、そして塩小さじ 0.3 を入れる。一煮立ちしたら春雨を加えて3分煮る。ここで待っている間に豆苗を洗っておこうと。さーっと水で洗って水をよく切ってハサミで切って入れるだけ。あー、とっても楽ちん。私は豆苗いっぱい食べたいから1パック入れちゃおうと。豆苗がしんなりしたら火を止めて、仕上げにレモン汁とごま油、そして粗挽き胡椒を入れる。完成。なんと10分でできた。村上農園。いい匂い。いただきます。レモンでさっぱりしてて、あと黒胡椒がピリッと効いてて美味しい。私は胡椒たっぷりが好きだから追い胡椒しちゃおう。これこれ。いや、こんなに美味しいのに家にある材料だけで簡単に作れちゃうのって最高だね。しかもたったの10分、洗い物も少ないし最高。体も温まってこの寒い時期にはぴったり。村上農園。最後まで見ていただきありがとうございました。とっても簡単なので皆さんもぜひ作ってみてください。使った豆苗も再生栽培に使えるのでぜひ捨てないで取っておいてください。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。村上農園の入江でした。バイバーイ。村上農園 YouTuber 部。